ということで今回紹介していくのはこれよ。なんだこれよ。シャインマスカットのドーモダンゴ。さて、気を取り直して紹介していくよ。それで、今回は何を紹介するんだ？だからシャインマスカットの。ということで今回紹介するのは、アミロのマウスパッドよ。オモが前々から欲しいって、言ってたよな。そう？ついに買ったの。ってことで紹介していくわよ。外箱はなかなかかっこいい感じだな。VAMIRO の、ロゴが入っててその中の一部はクリアになってるの。近未来的でかっこいいな。そうだね。マウスパッドのデザインは、どんな感じなんだ？桜を基調とした、ピンク色になっているよ。むちゃくちゃ可愛いな。箱を開けると丸まって袋に、包まれてるね。さあ開けていくよ。思ったんだけどクソでかいな。今までのマウスパッドと比べるとそう見えるよね。マウスパッドは、どこで買ったんだ？フモックのお店というところで買ったよ。フモックのお店といえばカスタムキーボードだよな。自分で選べるやつだよね。いつか買ってみたいなって思ってるよ。そんなこんなしてる間に広げるっぽいぞ。実際に広げてみるとデカさがわかりやすいね。でっけえ。しかもこれ分厚いからね。おお、すっげえ。広げてみるとわかりやすいね。視界が全部埋まっちゃったぞ。キーボードとかを救出しようね。ということで詳しく見ていこうか。まずはサイズから。横は 900mm、縦は 400mm だよ。裏はラバーパッドになっていて全く、滑らないようになってるよ。ロジクールのやつより滑らなそうだぜ。じゃあマウスを、乗せてみようか。うおおおお。すっげー動かしやすいぜ。やっぱりでかいと自由度が広がるな。実は動画撮影からかなり時間が経ってるんだがずっと使ってて相当使いやすいよ。じゃあ以前使ってたのと比較していこうか。大きさが段違いだな。一目瞭然だな。ロジクールのやつはずっと使ってたからザラザラするが、新品の葉やっぱいいな。今回は、大きいものを買ったけど小さいのが好きな人に葉あんまりおすすめしないぜ。そうだね。サイズ展開が一つしかないからね。フモックのお店さんでは他にも、デザイン性のあるものが売られてるから、そっちを買うのをおすすめするんだぜ。ということで今日紹介したのはアミロ、桜マウスパッド、XL だよ。概要欄に商品ページは、とくんだぜ。ということで今日は、ここまで。チャンネル登録よろしくなんだぜ。じゃ。